このクソ野郎どもっていうグループ名は追加したメンバーにはバレます。今回はインスタグラムのグループストーリーズについて軽く解説というか、どんな機能かとかの紹介をしようと思います。はい、9月26日にこのグループストーリーズっていうものが追加されました。もっと前から使えた人もいるのかな、ちょっとわかんないけど。はい、でこれ実は2019年もしくは2018年あたりにすでに話題に上げていたものになります。ポッドキャストとか記事を書いたりして、で話消えちゃったなと思っていたところ、突然5年後新機能として実装されたみたいな経緯があります。はい、で機能としてはまずメンバーのみとシェア、あなたがシェアするストーリーズはあなたをフォローしていない人も含めたグループメンバー全員に表示されます。まあ、言葉のまんまグループを作成して、でみんなでこう共有するストーリーズみたいな感じになります。まあ、ここだけ捉えると親しい友達となんかあんまり違いないじゃんみたいにも思えると思うんだけど、重要なのはこのメンバーに追加されている人たちがそれぞれお互いにストーリーズを投稿し合ってお互いのものを見るっていう形式になります。つまりはグループチャット、グルチャのような感じで、それがストーリーズになってるって思ってもらうと分かりやすいかと思います。はい、なのでこの点が通常の親しい友達とは全然違って、親しい友達でいいじゃんとか、親しい友達と何が違うのって疑問を持ってる人も多いっぽかったんだけど、まあ具体的には例えば複数のグループを作成して投稿&閲覧可能として、例えば会社とか家族とか友達とかそういうものを作って、でそれぞれ別のグループとしてストーリーズをそこに投稿ができる、そしてその中にいる人たちが相互に見ることができるのでっていう感じになるので、ちょっといろいろとちゃんと考えて使わないとダメなんだけど、友達っていうのはちょっと変かなっていう、みんなから見ての友達なのでなんか変じゃん。例えばさ、大学の友達、大学名にするとか、あとは難しいね、何々小学校の友達の仲間とかってして、これもだから誰かがリーダーとして作んなきゃよくわかんなくなっちゃうってことになるよねきっと。はい、まあ実際に具体的には試せてはいないので、あのテストでまあこんな感じで何個も作ってみて、それぞれ家族ってしてみたり、適当に TTTT あーあーあーとかってして自分の別アカを加えてみたいな試したりはしたんだけど、これ自分自身がこの KTPix ってこのアイコンだと思ってもらって、家族のところに投稿するとこの家族の中にいる人たちには自分が投稿したものが見える、で他の人たちが投稿したものもここから見ることができる、はいみたいな感じで、それぞれこのグループ単位でそこの共有したメンバーたちとだけやり取りができるっていう感じになります。で、あのストーリーズの方にコメント機能もついたんだね、最近の話なのかもしれないけど、だからそのストーリーズでコメントを残してやり取りするってこともできるので、このグループストーリーズっていうところがなんかいろんな意味で今までのインスタグラムの感じが変わっていくんじゃないかっていうところあるんじゃないかなと思います。はい、でさらにもう一個特徴としては、メンバーが他の人を追加も可能っていう風に記載があります。さっきの方のこっちの画像にも書いてあったんだけど、はい、でその他一応気づいたところでメモと注意点としてツイートをしました。はい、まず注意点か、まあこれは今のさっきの話を聞いてもらった上であれば問題ないと思うんだけど、何も考えずに例えばさ、グループ名をさ、嫌いな人間だけを入れたグループを作ろうと思ってクソ野郎どもみたいに仮にしたとして、今あのスクショは写してるんだけど、クソ野郎どもって知ってメンバーとか追加すると、これは自分だけに見えているグループ名だったりとか、自分だけで勝手にストーリーズを投稿するわけではないので、だからこのクソ野郎どもっていうグループ名は追加したメンバーにはバレます。クソ野郎どもに追加されたこともわかるし、通知も行くし、でこういうふうに名称も出るし、プラスその人たちも投稿ができるようになっているので、そうでこれを勘違いしちゃって、なんかさ、親しい友達が何個も作れる、自分用の親しい友達のリストを複数作れるみたいな考え方をしてしまうとさ、こういうやり方しちゃう可能性あるじゃん。要は好きな人、気になる人とかさ作ってたとして、その中に嫌いな人とかって一方通行だと思ってやっちゃうと大変なことなので、これは注意必要です。でそんな間違いないでしょって思うかもしれないけど、これあると思うんだよね。当初親しい友達の時にもなんか問題あったし、あとはちょっと違うけど分かりやすいもので言うと、その問題になったケース、そのインスタ側は特に問題ないと思って出した機能が大問題になったケースっていうのが、質問機能だったかな、なんかさ、回答するとさ、誰が回答したか分かるじゃん、質問機能だったよね多分。でそこに対してなんかね、その要は暴言を吐いて、なんかいつも投稿を見るたびイライラしてますとか、だから普段は仲いいんだけど、その匿名だと思ってそういうことを書いたら、実は相手にその誰が投稿したかが分かっちゃってて、大問題になったというか、みたいなケースが結構世界中でその当時話上がりました。だからそういうことも起きちゃうぐらいなので、まあそれはね、明らか機能で匿名だって勝手に追い込んじゃってたっていうところが問題というか、まあその可能性も考えて使わなきゃなっていうところなんだけど、なんかさ、それよりも多分こっちの方が安易に勘違いして起きちゃう問題だと思うんだよね。よく分からずにグループ名設定しちゃうみたいな。
なのでそういう意味でちょっと注意してくださいというところです。はい、でもう一点メモとして書いたんだけど、これはすでに大丈夫かもしれないけど一応そのまま読みます。まだグループストーリーズが使えないアイテムをメンバーに追加は可能。まあ、インスタとか使ってるとみんな経験あると思うけど、新機能が実装されたっていうけど使えない、自分のアカウントに出てないとかっていうそういうケースよくあると思います。まあ、この件に関して最後にちょっと触れるんだけど、解決策とまで言わないけど、はい、でそういう時にもグループの作成が可能な人側から追加をするとして、でその追加された側の人が使えなかったとします。でその場合でも一応ね、初回のみこの上にストーリーズは表示されました、見る側の人で。そのグループ見られるんだけど、なんかね1回見るともう消えちゃう、2回目が見ようがないみたいな印象を受けたんだよね。さらにそのグループに追加されてるけど自分から投稿することもできない、まあ、なんでかっていうとストーリーズの画面自体に行けないので、はい、みたいなことを感じてたんだけど、もしかしたらその状態でもさっき言ったみたいにこのストーリーズの欄を右スワイプ、そのもっと左から左の画面、隠れてる画面を出すような感じにするともしかしたら使えるかもしれないです。これもしかしたらなので人によってはできないかもしれないんだけど、なので、まあ、とりあえず答えはわからないんだけど、気になる人使ってみたいっていう人はとりあえずこれ試してみてください。でその他、まあ、どうしても使いたいみたいな人がいたとして、まあ、誰かに先に追加してもらうっていうことは前提ではあるんだけど、グループに追加してもらうとその時点で通知が来ます。はい、普通の通知欄、ハートのところの通知欄のところにグループストーリーズに追加されましたって通知が来るの でそこをタップした場合にはストーリーズ直接見に行けます。そのグループストーリーズ内の他の人が投稿したところ、その画面にさえ行ければ画面の右上に投稿、ストーリーズの投稿ボタンが出ているので、そこから行けば投稿できるはずです。はい、まあ、この件もさっき言ったのと同じように、すでにそもそも機能が使えるようになってたから、その今の通知欄からもう飛べるっているに過ぎないのかもしれないし、だからまだ機能が開放されてないんだったら、もしかしたら今言ったまま通知欄をタップしても使えない可能性もあるんだけど、まあ、一応試せるところではそこ試してもらえたらと思います。はい、とりあえず機能とかに関してはこんな感じかな。全体的にアバウトでちょっと申し訳ないけど、まあ、今回のはあくまで現時点で気づいたところとかなので、まあ、何か間違いあるかもしれないし、あとはもうこういうインスタグラムに限らず新機能ってすぐ仕様変更が入ったりとかするので、なんか今日言ったことが仮に完全に 100% 合ってたとしても、例えば明日明後日1ヶ月後とかになったら全く違う仕様に変わってしまってる可能性もあるので、この見せた画面とかも文言書き方とか変わってる可能性もあるので、そこだけご了承ください。で今回一番最後に、途中でもちょっと触れたけど新機能が使えない場合っていう話軽く触れようと思います。で今回の件に関しては具体的にグループストーリーズ使えなければここから言ったら使えるかもしれませんよみたいな、さっき投稿の方法とか言ったけど、そうではなく、そもそも新機能自体が使えない理由というか、そういう時何を試したらいいかっていうのは前から記事にまとめてあって、結構頻繁にこの件聞かれるので、ポッドキャストにしろ YouTube にしろ説明欄にリンク貼っておくので、その過去記事を見てくださいっていうのが、まあ、主な話となります。はい、でこれ、何のアプリだろうが基本的に全部共通しているようなことなので、それさえチェックしてもらえれば解決することは結構あると思うので、はい、こんな感じで2020年の記事なんだけど書いたものがあります。まあ、本当にざっくり項目だけ見出しだけ拾うので、はい、まずその状況が別のアカウントでも起きているかどうか、別のアカウントだったら解決しないかをチェックしてみる。私使えないんだけどっていう話ではなく、私の特定のアカウントが使えないだけっていう可能性も普通にあります。例えば5個アカウントを持っていて、そのうち3つは使えない、でも残りの2つは使えるってケースは普通にあります。なのでとりあえず他のアカウントをチェックしてみてください。でこれ自体やっても結局使いたいアカウントで使えないんじゃ意味ないじゃんっていう話ではもちろんあるんだけど、その前の段階として、その例えば端末依存の問題でもう機能が使えないのか、それともアカウントレベルでの問題なのかっていうのを確認にはなるので、はい、そういう意味でチェックしてもらった方がいいと思います。で同じような意味合いで別の端末でログインしてみるとか、まあ前提としてあれか、一旦ログアウトしてからログインし直すとか、あとはまあ最低限当たり前だけど、あれだね、最新のアップデートをしてみるとかも当然まああります、前提として。ちょっととりあえずこんな感じで細かく載せたので、こっちに飛んでチェックしてみてください。その他は、まあ、例えば、まあ、ここ書いてあるね、ログインログアウト、アップデートしてみる、ログインログアウトしてみる、対象に関連する機能をオンオフしてみる、これはあんま上がんない話題だと思うんだけど、これ実際にこれで解決したことあるので、例えばストーリーズのなんかの機能だったら、ストーリー大元のストーリーズの方の機能の何かをいじることによって治るみたいな
これたまたまだったのかもしれないけど、何回か経験あります、それは。でスマホ端末が古い場合は機種変更買い替えをする。これはもうね、なんか元も子もないって思われるかもしれないけど、そもそももうそういうものなので、あまりにも古い端末だと、そもそもインスタアプリ自体がその iOS の何までしか対応してませんっていうケースがあるので、要はもうその端末の iOS レベルでもうどうにもインスタは使いようがないっていう、もう上限が発生しちゃいます。であまりにも古い場合はもう買い替えするしかないっていうのは、そういう意味合いになります。はい。で、一番最後に書いたのは、アプリを再インストールしてみるって書いてある。まあ、これは一般的に試す人は多いのかな。もちろん、これやるとインスタとかだと下書きが消えちゃうだとか、そういう弊害とかあったりするから、注意が必要なんだけど、まあ、これをやって再インストールで解決する場合もあります。ありますと言ってるけど、実際にこの新機能の件に関しては、途中で触れたみたいな、どっちかっていうと、単純にその新機能が実装は開始したものの、自分は使えないとか、ただそれだけのケースってかなり多いので、なんか何かをやっても解決しないってこともかなり多いです。なので、まあ、どうしてもっていう場合には試すだけ試してみるのはありじゃないですかぐらいの、そんな感じになってしまうんだけど、とはいえあれか、まあ、最新版にアップデートするってのは絶対に必要になります。まあ、これあれね、アプリの最新版へのアップデート当然として、あとは、スマホ側の問題の場合もあるので、スマホの OS もアップデートするとか、まあ、ログインログアウトするとか、このあたりまでは全然まあ普通に試して解決する場合もあるとは思うので、はい、という感じで、まあ、今回はインスタのグループストーリーズっていうところの話と、プラス、使えない新機能が使えない場合の対処法みたいなところを軽く触れました。はい、こんな感じで今回はこのポッドキャスト側で用に撮った動画をちょっと YouTube 側にもアップっていう形を撮ったので、よかったらチャンネル登録、そしてポッドキャストの方もチェックしてもらえたらと思います。はい、ということで今回は以上となります。何か参考になったらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。